に可愛いヒロインだなと思っています。あちですね。ゾンゲンでいただきたいと思います。あのここでですね。皆様にサプライズで。本作の共演者の方から。ボイスメッセージをお預かりしております。<お>はい、どなたからだと思いますか。浜辺さん。え。私の右にいるから、ライララちゃんの話から。ああ。 ななるるほどなんかいるかいらか角さん、浜辺さん、渡辺監督、そして皆さん、こんにちは、えー、ライララを演じさせていただきました、す沢代美雪です、えー、本日はそちらにお伺いできず、ごめんなさい、お会いしたかったです。えー、ラ,イララライはですね 敵ななののかか味方なのかそもそも女なのか男なのかわからないような、うんえー、どんな声が聞こえてきてもいいような、えー、非常に魅力的なキャラクターで、えー、あんな見た目なんですけれども、あのー、あのマントの中には熱い思いがある、えー、人を思える、えー、想像力がある人なんだろうなと思って、えー、そんなところがちょっとこう 淡々とした中に滲んだらいいな音、ね、色からそれが伝わったらいいなと思って、えー、やらせていただきました、えー、そしてあの収録はあの2人とは別だったので完成、あのー、をすごく楽しみにしていたんですがもうあの浜辺さんの声の入ったサラがもうか,かわいくて本当にあのたわわのほっぺをふわっと包み込んであげたくなるような瞬間がいっぱいありました。 本当に可愛いヒロインだなと思っていますあそして「ナランバヤル」はあの原作の時からなんて地味にかっこいい男なんだと思ってたんですが格さんの声が入ってこの超地味に超かっこいい感じがですねもう香り立つようで、えー、映画を見て。 えまままたたファンになってしまいましい本当にあの素敵な主役の2人で、えー、ーもうこれから上映をえご覧になる皆さんそれではお邪魔しましたライララを演じました澤城美雪でした。はいということで、うん、謎の役ライララを演じました澤城美雪さんからのコメントでした浜辺さん予想当たりましたいかがでしたか サッチですね。いや嬉しい。沢城さんからボイスメッセージいただける日が来るなんて思わず本当にあの前々の時とは違った可愛らしさの声が頭の上から響いてきてちょっとこれは別で音源別音源でいただきたいと思います。スタッフさんの仕事が一つ今増えました。しい,いやー幸せ。